沖方言のアクセントあるいは沖アクセントとは、島根県沖諸島で話される沖方言のアクセントである。諸島内でも地域によって3タイプのアクセントに分かれる。沖諸島の地形図左が島前、右が道後中国地方のアクセントは東京式アクセントであるのに対し、沖方言のアクセントは他には見られない異色のものである。しかも沖アクセントは、島内でも地区によって、 大きく異なっている。沖方言のアクセントは大きく分けて、次の3タイプに分かれる。沖主流アクセント道後南部、島前の西の島、中の島五下アクセント道後北部、地部アクセント、チブリ島このうち沖主流アクセント及び五下アクセントでは、すべての語が第1軍から第3軍までの3種類の、いずれかに属し、3つのうちのいずれかのアクセントで出現する。 白数が多くてもアクセントの方が3種類に限定されており、このようなアクセントを3型アクセントと呼ぶ。例えば、西の島の別府では次のような体型を持つ。ことに音を並べ、高音部を H、低音部を L と表し、また、をピッチの上昇部分を下降部分とする。場合に応じて H と L の中間音 M、白内で L から H へ上昇する R。 白内で H から L へ加工する F も使う。例えば LF は LHL のような音調。例えば、風、形、金持ちは第一群であり、か、ぜ、か、たち、か、ね持ちと発音される。特徴的なのは、が、でも、でさえのような助詞がつくと高音部の位置が移動することで、第一群の、風ならか、ぜ、が、か、ぜでも、か、ぜでさえのようになる。 このように助詞がつくことによって高音部が移動する場合、最初の自立語が第一軍であることに従い、分節全体は第一軍のこのように振る舞って、アクセントが付与される。この現象を、系列化と呼び、鹿児島県などの新潟アクセントでも見られる。第二軍の、山なら、山、山が、山でも、山でさえである。つまり、以下のような関係である。各軍に所属する語彙は、 以下の通りである。所属語彙は沖全体で共通している。各軍がどのようなアクセントになるかが各地区で異なっている。チブリ島では第一軍と第三軍が同じアクセントに統合しており、型の種類は2種類だけになっている。上のような別府の体系が沖での主流かつ古い形のアクセントと考えられる。島前の西の島、中の島と、 シマゴの磯はおおむねこのようなアクセントである。ただ近代地春彦によると、海士の第二群は三拍以上でも HLL、HLL l になるという。また、裏号や海士では、異列音、うれつ音の低下現象がある。例えば、第一群三拍で二拍目に、異列があると LLH となり、三拍以上で三拍目に、異列があると LHL、LHLL。 LHLLL となる。一方、島後の南東部、西郷や東郷は次のようになって第一軍、第三軍の高音部が一泊だけになる。これは別府のような体系から変化して加工する直前の白を残して後島低下が起こったものと考えられる。もっとも西郷や東郷でも別府的な低下しない発音も聞かれる。西郷から少し内陸に入った中条では、 第一軍三泊で高音部が交代する。それ以外は、西後と同じ。同後東部の伏せでは、加工一が大幅に交代している。伏せでは、第一軍及び第二軍で最後から二泊目の後で加工が起きる。ただし、加工一の交代していない中城と同じような発音も報告されている。なお、添えが賢治明によれば、別府、裏号、開始、磯。 統合などでは、第一軍二拍は、LH ではなく、LF と報告されている。同じく添田によれば、中条や伏せでは、第一軍三拍が、LLH ではなく、LLF とされている。五化アクセントでは一語内で、アクセントの山が二回現れる場合がある点、日本語の方言の中でも珍しい。第一軍で高音部が二度にわたって現れる。第二軍では、二拍分節は、 1> 第1泊のみ高いが3泊以上では、第2泊が高い。また、第3軍では、第1泊のみが高い。ただし妻については、研究報告により相違が見られる。近代一では、第1軍は L L、LLH、LLHL のように、西五と同じような方、第3軍は、LL、LLL、LLL のような経兵長としていて、後藤の公音部はないという。広では、 妻の第一軍は LLH または LHH、LHHL、第三軍は LHL または HHL、HHLL とされている。中村のアクセントは五カアクセントから高音部が交代したような形となっている。中村の第一軍の二拍は ML としたがほとんどタイラーで時には語尾の高くなるように聞こえることもあり、上の全道によれば FH。第1軍は3泊以上の分節で、第1泊と最終泊が高くなる。第2軍と第3軍は、第1泊と最終泊以外が高い山形の温調である。第2軍と第3軍の温調はよく似ていて紛らわしいが、第2軍は語尾が加工するが、第3軍は加工の後にわずかに上昇する。ちぶり島のアクセントは、第1軍と 第三軍が統合して区別がなくなっている。そのため、アクセントの方は2種類である。ありがとうございます。